クロスベンチャーは、イギリスの貴族院、オーストラリア連邦議会など、一部の立法機関における独立した無所属議員や、与野党のいずれにも組みしない少数政党の議員。この表現は、与党席と野党席の間に置かれた、クロスベンチと呼ばれる座席に由来しており、議場においてその席に着席するものを、クロスベンチャーと称する。日本語では、 中立議員などと説明されることがある。イギリスの貴族院におけるクロスベンチャーは特定の政党に所属しない無所属議員である。2009年までは1876年上所管轄憲法に基づく報復貴族がこれに含まれていた。加えて庶民院議長経験者や貴族院議長経験者は慣例として政党所属を離れクロスベンチャーとなる。 しかし、会派に属さない、貴族院議員の中にも、クロスベンチャーには含まれない者も,もいる。例えば、貴族院議長など、職席上、無所属となっている者は、クロスベンチャーには含まれない。また、党席は、持っているが、議会内会派への参加を免除され、無所属となっている者も、もクロスベンチャーには含まれない。場合によっては、そうした、無所属議員や、少数政党の議員が、 物理的には、議場のクロスベンチに着席することもあるが、彼らは、院内会派としてのクロスベンチには含まれない。クロスベンチャーの数は、増加を続けているが、これは、政治的な理由からではなく、貴族への辞職の動向によっている。2000年5月に、貴族院任命委員会が設立されて、以降、委員会は67名の無所属、一大貴族を、議員に指名し、 クロスベンチャーとして、貴族院議員に加えた。2018年5月の時点で18、181名のクロスベンチャーがおり、これは、貴族院議員の23%に相当する。これは、保守党、労働党に次ぐ、第三の規模の院内会派ということになる。2007年4月から2009年にかけての期間には、クロスベンチャーの数は初めて保守党よりも多くなった。 イングランド国教会の大主教や主教たちの中の年長者からなる聖職貴族議員も政党には所属しないがクロスベンチャーには含まれず実際にクロスベンチに着席することもなく議場内の与党側に用意された席に着席する2018年5月現在における民主統一党のように庶民委員において少数与党内閣と 格外協力を結んでいる政党の議員はクロスベンチャーとはみなされない。彼らは与党以外の全ての政党と同様に野党の一部とみなされ野党席に着席する。クロスベンチャーたちは特定の問題について統一した立場を取ることはなく、党派の主張を取りまとめる、院内幹事を設けることもないが、運営上の目的からコンベナーである。 コンベナーは議員における議事の進行について与野党間で協議する、いわゆる通常の経路の一員ではないが、近年では議論に加えられることが多くなっている。クロスベンチャーのコンベナーを務めた者は以下の通りである。オーストラリアの元老院議場。クロスベンチャーたちは両側に陣取る与野党の間、半円形の部分に着席する。オーストラリア連邦議会において、 クロスベンチャーという表現は、独立した無所属議員と少数政党の議員の両方を含めた形で、用いられ、各州、準州の衆議会においても同様である。イギリスとは異なり、オーストラリアでは、この表現を上院である、元老院だけでなく下院である大議員でも、クロスベンチに着席する者に対して用いる。直近数回の連邦議会選挙では、 上下両院でクロスベンチャーの数が増え、その影響力は強まってきた。2010年オーストラリア総選挙によって選出されたオーストラリア連邦議会の構成は全150議席のうちオーストラリア労働党と保守連合がそれぞれ72議席を占めたものの1940年総選挙以来久々にどの政党も議席の単独過半数を獲得していない。 ハングパーラメントの状態となった。勢力均衡を握ることになった6名のクロスベンジャーたちのうち、オーストラリア緑の党のアダム・ブラント、無所属のうちアンドリュー・ウィルキー、ロブ・オークショット、トニー・ウィンザーが協力協定による労働党への支持を表明し、同じく無所属のボブ・カッターと、西オーストラリア国民党のトニー・クックが協力協定による保守連合への支持を表明した。 その結果、76対74の僅差で、労働党が少数内閣を組むこととなった。元老院は、短期常識投票による比例代表制によって、全76議席を決するため、与党側は、多数のクロスベンチャーたちと交渉しなければ法案を通せない状態にしばしば陥る。例えば、2016年7月2日の元老院と、 大議員の同日選挙の結果、元老院では、自由党と国民党の保守連合が30議席、労働党が26議席、緑の党が9議席、ワンネーションが4議席、ニックゼフォンチームが3議席を獲得した。残りの4議席は、ダリル・ヒンチ、自由民主党、家族優先党、ジャッキー・ランビーが獲得した。クロスベンチャーの数は、選挙前に2議席から、 記録的な20議席へと増大した。自由党、国民党の保守連合政府は、少なくとも9名のクロスベンチャーの支持を取り付けなければ、元老院での多数を確保できなくなった。一般的に、多くの案件で与党を支持する、オーストラリア保守党、ワンネーション、自由民主党、ダリル・ヒンチなどの元老院議員は、クロスベンチの中でも、与党席に近い側に着席し、野党側につく。 緑の党などは野党側に近い位置に着席する。ただし、このような傾向は選挙制度が異なり、クロスベンチャーがごく少数で、議場の半円形部分の内側の席すべてを、与野党に大政党のフロントベンチャーが占めている、大議員には当てはまらない。ニュージーランドの大議員議場。ニュージーランドの会員である大議員においては、例えば2011年から2017年にかけての、 ニュージーランドファースト党のように、与党にも野党第一党にも、公然たる支持を表明しない、是々非ひの少数政党の議員は、クロスベンチャーと称されることがある。ありがとうございます。